木村博之君。皆さんこんにちは。自民党会派和みの木村博之です。今回発表の機会を与えていただきました市民の皆様と感謝し、またご配慮くださいました議員の皆様にも感謝申し上げます。それでは発言通告に従い順次質問いたします。大項目1、ゼロカーボンシティ宣言後の本市の取り組みについて。皆さんもご存知の通り、ロシアによるウクライナ侵攻は世界に影響を与えましたが、同時に世界にショックを与えたのが原油や天然ガス、小麦、ニッケル、そしてパラジウムといった資源の多くがロシアに依存してきた現実でした。世界的にエネルギーや食料、希少金属といった資源の価格が一気に急騰したことは言うまでもありません。そこで原油価格高騰でインフレに陥った日本の第一次オイルショックについて思い出してみますと、ことの発端は1973年10月6日に始まった第4次中東戦争で、OPEC 石油輸出機構が加盟産油国の主要6カ国が原油の公示価格を1バレル3ドルから5ドルへと一気に 70% 引き上げたことが原因でした。さらに翌年の1974年の1月から原油価格を5ドルから 11.6 ドルへ引き上げ決定して、つまり3ヶ月間に1バレル3ドルから 11.6 ドルへ引き上げたわけで、4倍近いの値上げになりました。当然ながら原油の大半を輸入に頼っている日本は、1974年に消費者物価指数が 23% 上昇し、当時の世相を表す光景としてトイレットペーパーの買い占めがニュースで流れていたのをよく覚えています。これは中東からの石油の輸入が断たれることで日本から紙がなくなるのではないかというデマが飛び交い、パニックに陥った人々がトイレットペーパーを買い占めようと躍起になっていたからです。そのほかエネルギーの消耗を抑えるため街中のネオンを消灯したり、テレビの深夜放送を自粛したりするなど措置も取られました。インフレ抑制のため日本銀行は政策金利である当時の公定歩合を引き上げて、高度経済成長と言われた時代がここで終焉を迎えました。今回の原油価格高騰は、政府の石油備蓄の放出、原油価格高騰対策を講じ、なんとかしのいでいる状況で、第一次オイルショックのような急激なインフレは今のところ抑えられております。それから、ロシアのウクライナ侵攻で世界のエネルギー環境が大きく変わった2022年、エネルギー安全保障の重要性が再認識される一方で、異常気象が相次ぎ、気候変動対策を急ぐ必要も高まっています。日本をはじめ、世界は試練の先を見据え、エネルギーの安定供給と脱炭素の両輪を加速させています。一昨日の12月の6日です。IEA 国際エネルギー機関は2021年から27年までの6年間で再生エネルギーの発電容量が世界で 1.7 倍になるとの見通しを発表しました。ロシアのウクライナ侵攻でエネルギー安全保障の重要性が高まっており、各国で導入が加速しました。発電容量ベースでは27年に太陽光が石炭を上回り最大の電源になると予想しました。前年の推計より3割近く多い増加を見込み、大部分を太陽光と風力発電が占めると予測。
IEA 国際エネルギー機関のビロル事務局長は、現在のエネルギー危機がよりクリーンで安全なエネルギーシステムへの歴史的な転換点となることを明確に示していると表明いたしました。まあ、私も全くその通りで転換点だと思います。本市もゼロカーボンシティ宣言後、クリーンで安全なエネルギーへシフトしていかねばなりませんが、そこで質問です。令和4年度当初予算案として再生エネルギー導入目標等策定業務委託946万円が計上されていましたが、その進捗状況について市民環境部長へお伺いします。なお壇上での発言はここまでにとどめ、以降は発言者席より行います。市民環境部長谷脇信弘君。はい、皆さんこんにちは。議員お尋ねの再生可能エネルギー導入目標等策定業務委託の進捗状況についてお答えいたします。当該業務委託の主な内容としましては、市全体の温室効果ガス排出量等に関する現状把握や将来推計、脱炭素シナリオのほか、カーボンニュートラルを実現するために必要な再生可能エネルギーの導入目標や必要な施策などを検討するものでございます。委託業者の選定にあたりましては、公募型のプロポーザル方式により実施することとし、6月22日から7月6日までの期間、公募を行いましたところ、4社から企画提案書の提出がございました。その後書類審査等を行い、7月20日に町内の各課会で構成する策定委員会で二次審査を行い、受託候補者を決定後、7月29日に業務委託契約を締結いたしました。現在の進捗状況でございますが、現状分析および将来推計についてはおおむね終了しており、現在そのデータの精査を行うとともに、脱炭素シナリオの作成に着手したところでございます。また市民や事業者の皆様の地球温暖化問題に対する認識や取り組み状況、再生可能エネルギーの導入状況や今後の普及利用促進に関するお考えなどを把握するため、本年10月に市民2000人、11月に事業所200社を対象にアンケート調査を実施しております。これらのデータを精査整理した上で、今後有識者などで構成する脱炭素化推進会議におきまして、関係者の皆様方からご意見をいただき、また合意形成を図りながら、令和5年2月中には再生可能エネルギー導入目標等を取りまとめたいと考えております。以上お答えといたします。木村博之君。進捗状況として、7月末の業務委託契約の締結後、現状分析やアンケートの実施など確認いたしました。今後はデータの精査整理を行い、脱炭素化推進会議を経て、令和5年2月中には再生可能エネルギー導入目標等を取りまとめること確認いたしました。石油や石炭などの化石化資源を持たない日本において、自然環境を生かした再エネは再生エネルギーは
社会を維持し発展させていくためにとても重要な意味を持っています。日本の再生エネルギーはコスト競争力や系統性や調整力の問題など大量導入に向けて解決しなければならない課題がまだたくさんあります。しかし大量導入に向けた流れが変わることはありません。今後も再生可能エネルギーの主力電源化へ向けて着実な歩みを進めていかねばなりません。2030年度 GHG 温室効果ガス削減率の目標である 46% 減まであと7年となりました。今後開催される脱炭素化推進会議においては再エネ導入の意義を今一度認識していただき今後の計画に生かしていただきたいと思います。次の質問です。先ほど述べましたが GHG 温室効果ガス削減率の目標である2030年度 46% 削減まであと7年となりましたが何としても目標に近づけるためには早急な実施計画が必要ですが再生可能エネルギー導入の手段はあっても予算、財源がないのが実情です。そこで再生可能エネルギー設備の導入方法の一つに PPA モデルがあります。PPA モデルで公共施設にソーラーパネルを設置していく考えはないか、市民環境部長にお伺いします。市民環境部長谷脇信弘君。はい、委員お尋ねの PPA モデルで公共施設にソーラーパネルを設置していく考えはないかについて、自責よりお答えいたします。PPA とは、初期投資ゼロで太陽光発電設備を導入できる事業モデルのことであり、PPA 事業者が発電設備の設置費用を負担することで、初期費用やメンテナンス費用が不要になる代わりに、発電した電気の使用量に応じた電気代をPPA 事業者に支払う電力売買契約のことでございます。PPA モデルのメリットとしましては、初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入できること、また、電気料金としての支払いになるため、コストが平準化されること、さらには再生可能エネルギーを利用するため、温室効果ガスの削減が図られることなどが挙げられます。一方で、PPA モデルは一般的に20年程度の長期契約を締結することになりますため、建物の耐用年数のほか、建て替えや改修などの将来的な施設管理も考慮した上で導入を検討する必要がございます。現在、PPA モデルによる再エネ設備導入は全国的に普及しつつあり、熊本県においては本年度、県有施設の脱炭素化災害対応機能強化を目的としまして、八代総合庁舎など3施設に初期投資ゼロモデルを活用し、再生可能エネルギー設備などを導入する事業が進められております。本市において、これまで私有施設に太陽光発電設備などを導入した事例につきましては、PPA モデルではなく、国の補助金などを活用して、市自らが設置する自己所有型のものでございます。太陽光発電など、再エネ設備の設置場所や規模、その他契約条件によっては、採算性の面などで PPA 事業が成立しないケースも考えられますが、今後、公共施設等への再生可能エネルギー設備の導入にあたりましては、PPA モデルの活用も選択肢の一つとして考えております。以上、お答えといたします。木村博之君。PPA モデルの詳しいご説明、ありがとうございました。また、PPA モデルの活用も選択肢として考えておられることを確認いたしました。また、建物の耐用年数のほか、建て替えや改修などの考慮が必要なことを理解しました。そこで
ゼロカーボンシティ後、市民の皆さんに本市は率先して再生エネルギー、以後再エネと申します、再エネの取り組みを行っていると広く PR して、今後は再エネ推進を図る必要があると思います。そこは先ほどから出てます PPA モデルを使って再エネ設備を市内の公共施設に取り付けて導入状況を実際に見てもらい、そこから地域や民間へ説明、合意のもと協力いただけるところを広めて、事業所の屋根や駐車場の屋根とか、いろんなところに導入して普及し、地域挙げての GHG 温室効果ガス削減につなげていけたらと思います。ここで提言を申し上げます。2009年11月から始まった再生可能エネルギーの FIT 固定価格買取制度が10年の買取期間を終え、卒 FIT として今から増えてきます。期間が切れた再エネの売電は各電力事業者と太陽光発電ユーザーとの自由契約になっているので、FIT 終了後のタイミングで切り替え手続きをすれば、余剰電力の売り先を変更することもできます。九州電力で現在、キロワット時7円となっていますが、最近は新電力会社と呼ばれる買取業者の参入に加え、自治体の参入も相次ぎ、電力会社により高い買取価格設定で卒 FIT 契約者を集めています。そこで本市がその再エネである八代地域の卒 FIT の電力を買い取る八代市民電力会社を立ち上げて、ゼロカーボンシティへ向けた活動を本市が率先して行い、ゼロカーボンに向けた取り組みを加速してはいかがでしょうか。また合わせて卒 FIT で買い取りに協力していただけるところには、蓄電池の設置もお願いし、マイクログリッドの構築の準備も始めたらいかがでしょうか。これにより電力の地産地消という新しい電力供給網により、大きなメリットとして非常時のエネルギー供給の確保、エネルギーの効率的活用、地域活性化と契約者自ら地域貢献ができる素晴らしい取り組みになります。どうか次年度予算で立ち上げ準備の財源を確保していただき、前向きにご検討いただきますようご提案申し上げ、この項を終わります。以上、木村博之君。大項目2番目、スマートシティ八代の推進について早速、質問いたします。本市では本年3月第2期八代市町人仕事創生総合戦略およびデジタル社会の実現に向けた八代市基本方針を策定し、 ICT などのデジタル技術が市民の暮らしや経済活動などさまざまな分野で活用が進んでいると思われますが、その現状について政策審議官にお伺いいたします。政策審議官、村上理一君。皆様こんにちは。議員お尋ねの市民の暮らしや経済活動などさまざま分野におけるデジタル技術の活用の状況、現状についてお答えいたします。議員ご案内のとおり、本市では本年2月に策定いたしました八代市デジタル化推進基本計画に基づきまして、防災、市民サービス、医療、農業の重点4分野を中心にさまざまな取り組みを進めておりますので、その中から特徴的な取り組みをご紹介させていただきます。まずすでに実施した取り組みといたしましては、本年2月の新庁舎開庁に合わせまして、マイナンバーカードを活用した住民票や印鑑証明書等のオンライン申請および公共施設の空き状況の確認や予約のオンライン化を実施し、市民サービスの拡充を図りました。現在オンライン申請は62手続き、
施設予約システムは81施設の利用が可能となっております。また新型コロナウイルス感染症対策の一環として、来庁者が安全安心に窓口で手続きを行うことができるよう、地元企業の神田工業株式会社製造の非接触型空中ディスプレイを活用した発券機を全国の自治体で初めて導入をするとともに、市役所本庁舎の証明書発行窓口におきましては、セミセルフレジにキャッシュレス決済を県内で初めて導入し、現金の受け渡しによる新型コロナウイルス感染のリスク低減や待ち時間の短縮に向けた取り組みを実施しております。次に現在進行中の取り組みについてご紹介いたします。まず地方創生推進交付金を活用しました八代市デジタル医療マース推進事業でございます。令和2年7月豪雨によりまして、坂本町内の2つの医療機関が被災し、現在は無医地区同様の状態になっておりますことから、早急な医療提供体制推進のため遠隔医療機器等を搭載した移動診療車に看護師が乗車し、都市部にいる医師がオンラインにより患者を診察するデジタル医療マースの導入に向け準備を進めております。現在移動診療車の調達等の準備を概ね終えたことから、来年1月までには実証運行を開始予定ですが、できる限り早期の開始に向けて、準備を進めております。また同様に地方創生推進交付金を活用しましたスマート農業プロジェクトでは、本市の基幹産業である農業において担い手確保育成や収益力向上が喫緊の課題であるため、本プロジェクトでは生産者自身で八代農業のありたい姿ビジョンを描き、そのビジョン実現のための課題設定とその解決に取り組むリビングラボを今年9月から計3回開催しております。今後は省力化担い手確保、八代農業の魅力アップ、クリーンな農業などのテーマごとにチームを編成し、調査研究を行いながら来年度に向けて稼げる農業の実現等につながるスマート農業技術の導入実証実験を進めてまいります。次にデジタル田園都市国家構想交付金、国家構想推進交付金を活用した八代市公共インフラデジタルマップ事業では、本市の河川道路等のインフラの災害復旧情報や工事による交通規制情報を電子地図上にマッピングするとともに、復旧状況の進捗をウェブ上に表示することで誰もがスマートフォンやタブレット端末等で閲覧できるシステムの構築に向けて準備を進めているところでございます。現在本年9月に町内の検討チームを立ち上げまして、実装する機能等について検討しており、令和5年4月の公開を予定しております。これらの取り組みと合わせまして、デジタル化の恩恵を市民の誰もが受けられるような環境を整えることが必要でありますことから、本年6月に締結しました NTT ドコモとの連携協定に基づきまして、市内全域で出張スマホ教室を開催しております。このスマホ教室はスマートフォンをもう少し活用してみたいという方向けに、電話のかけ方、カメラの使い方といった初歩的な講座に加えまして、 LINE アプリの活用方法、市の防災アプリの紹介などの講座を、それぞれ市役所本庁舎および全校区のコミュニティセンター20カ所で開催しているところでございます。またデジタル市役所の取り組みの一つとして、マイナンバーカードを活用した職員名札を出退勤管理パソコンのカードリーダーにかざすことで出退勤時刻を管理するシステムを本市のデジタル推進課職員が提案開発いたしましたので、来年1月をめどに運用を開始する予定としております。次に現在実証実験中の取り組みをご紹介いたします。まず本年2月に連携協定を締結しました三菱商事株式会社と連携をし、2つの実証を行っております。1つ目は LINE を活用して観光情報の発信や観光周遊コースの閲覧ができる八代観光 D ガイドの運用を本年10月6日から開始しております。本サービスでは八代全国花火競技大会や八代妙見祭などの大型イベントに合わせまして、
LINE アプリ内に特設ページを開設し、デジタルマップでの会場案内などにより、参加者がより詳細な情報を入手できるほか、観光情報や各種クーポンを取得できるサービスを提供するものでございます。2つ目は、地域内のコミュニケーションの円滑化を図ることを目的に、町内会などにおいて、回覧板として紙で周知されている情報等をデジタル化し、情報を共有するアプリ、デジタル回覧板の運用を本年11月17日から、奈良木町、鏡町、ほかで地区などで開始をしております。この実証実験は、回覧したい情報が関係者間で一斉に閲覧できるほか、町内の祭りや清掃活動などのイベントの予定がカレンダー機能に表示されるなど、地域の情報をより迅速に分かりやすく共有できる仕組みとなっております。また、市内郵便局との連携事業といたしまして、買い物支援サービス八代オンラインストアの実証実験を今月1日から開始いたしました。この事業は、総務省の公的地域基盤連携推進事業を活用して実施するもので、自身のスマートフォン、または郵便局や市役所窓口に置かれたタブレット端末等を使って、注文した飲料水や米、トイレットペーパーなどの日用品のほか、坂本町の特産品等をご自宅までゆうパックでお届けするものであります。これらの取り組みについては、今年度中の実証の検証結果を踏まえ、来年度以降の実装化を検討してまいります。このように本市では、スマートシティ八代の実現に向けまして、各分野のデジタル施策に取り組んでいるところでございます。今後も官民が連携しながら、着実に推進してまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。木村博之君。すでに実施した取り組みでは、オンラインの申請と施設予約システムをはじめ、非接触型空中ディスプレイ発見機、役所本庁舎のセミセルフレジにキャッシュレス決済の導入、スマート農業プロジェクトの取り組みなど、防災、市民サービス、医療、農業の重点4分野を中心に、さまざまな取り組みが進められていることを確認いたしました。また、現在、実証実験中の取り組みでは、LINE を活用して、観光情報の発信や観光周遊コースを閲覧できる八代デイガイドの運用と、町内会など情報を共有するアプリ、デジタル回覧板の運用や、市内の郵便局等の連携事業として、買い物支援サービス、八代オンラインストアの実証実験が今月スタートしたなど、最新の情報も確認いたしました。答弁の感想として、スマートシティ八代の推進で、こんなに多種多様な取り組みを短期間で、しかもスピーディーに推進されておられることに驚きを隠せません。デジタル推進課をはじめ、各関係部署の職員さんたちの努力が垣間見えるようでもあります。これらの取り組みは実証実験中も含め、先進的であり、素晴らしいと思いますが、まずは利用者に、こんなことを始めましたよ、こんなこと簡単にできますよ、など周知することと、利用者が使い慣れてくるまでは、使用手順などのサポートが必要と思われますので、よろしくお願いをしておきます。続けて次の質問です。スマートシティ八代の推進による市民サービスを便利で暮らしやすいものとするには、新たなデジタル技術の活用など、非常に困難な面もあると思いますが、このスマートシティ推進の中で、現在の課題と今後の取り組みについて、政策審議官に伺います。政策審議官村上理一君。議員ご質問のスマートシティ推進の中での現在の課題と今後の取り組みについてお答えいたします。まず課題の一つ目が実証事業の実装化でございます。
デジタル化推進基本計画に基づきまして、事前にデジタル技術活用の効果検証が必要となる事業につきましては、国や民間企業と連携した実証事業を進めております。現在、防災、観光、商工分野での実証を行っておりますが、これらの実証は一定期間において、国や民間企業の協力を得ながら事業を実施し、その効果検証を行うものでありますので、終了後の財源や運営事業者をどのように確保するのかが今後の課題となっております。次に課題の2つ目がデータ連携基盤の構築であります。データ連携基盤とは、自治体等が持つ防災、観光、福祉など各分野のシステムに蓄積されたデータ同士を連携させ、スムーズにやり取りできるようにつなぎの役割を果たすものでございます。このデータ連携基盤の構築によって、システム間のデータ受け渡しにかかるコスト削減、時間短縮、データ加工の負担軽減などが図られるなど、効果的な運用が可能となるものであります。ただし、このデータ連携基盤の構築のためには、必要な機能、連携させるデータの範囲によりまして、イニシャルコストやランニングコストが大きく変わることから、構築の規模をあらかじめ整理しておく必要があります。そのため、現在検討を進めております熊本県や県内市町村と定期的に勉強会などを通じて、情報交換を行っているところでございます。最後に課題の3つ目が、マイナンバーカードの普及促進に向けた利活用の推進であります。今後、ますます ICT を活用した行政や民間のサービスが拡大していく中で、確実な本人確認ができますマイナンバーカードは、デジタル社会の基盤となることから、一日でも早く全市民へ普及させることが重要となってまいります。そのためには、カードの持つメリットを市民に実感していただけるような取り組みが特に必要でございます。これまで本市では、各種証明書のマイナンバーカードによるコンビニ交付や、マイナンバーカードを活用したオンライン申請を導入しておりますが、さらなる利活用シーンの拡大を検討する必要があるものと考えております。以上、お答えといたします。木村博之君。課題の一つ目として、事前にデジタル技術活用の効果検証が必要で、国や民間企業と連携した実証事業を進められ、防災、観光、商工分野での実証も同様に進められているとのこと、また、実証事業終了後の財源や運営事業者をどのように確保するのかが今後の課題ということを確認し、非常に困難な課題であることを理解いたしました。課題の2つ目として、データ連携基盤の構築では、データ連携によるコスト削減が時間短縮、データ加工の負担軽減などが図られるなど、効率的な運用が可能だが、構築の規模をあらかじめ整理するため、熊本県や県内市町村と定期的に勉強会などを通じた情報交換を行っていることを理解いたしました。課題の3つ目として、マイナンバーカードの普及促進に向けた利活用の推進では、今後ますます ICT を活用した行政や民間サービスが拡大していく中、マイナンバーカードはデジタル社会の基盤となることから、一日でも早く全市民へ普及させることが重要とのことを理解いたしました。大変とは思いますが、普及率の向上とカードの持つメリットを市民が実感できるよう、さらなる利活用支援の拡大を期待しております。次に、デジタル化を進めていく上では、人材の育成が重要であることから、市役所職員の DX 人材育成研修を今年度も引き続き実施されておられますが、その効果について政策審議官にお伺いいたします。政策審議官村上理一君。議員ご質問の市役所職員の DX 人材育成研修の効果等についてお答えいたします。本市では八代市デジタル化推進基本計画に基づき、全庁的横断的にデジタル化を推進するための組織力の強化と、職員個々のスキルアップを図ることを目的とした人材育成に取り組んでおります。その内容は、部長級から課長級、係長級までを対象としたデジタル意識改革研修、全職員を対象としたセキュリティ対策、
デジタルリテラシー習得等にかかる動画研修や e ラーニング研修の実施に加え、各課に1人配置しております DX 推進を対象に、庁内で使用しているデジタルツールの活用研修やデジタル技術を活用した業務改善を行うための意識改革研修などを実施しております。さらに近年の ICT の進化と普及といったデジタル化社会に対応し、行政の DX 推進に必要な知識、技能を習得するため、株式会社砂箱と連携した DX 人材育成研修を今年度も2回実施しており、氷川町や芦北町、豊田自動車九州といった民間企業などからも参加されております。この研修の卒業政策発表では、官民でチームを組み、地域や業務上の課題を解決するためのアプリやサービスを考え提案されております。発表された内容の中には、本市の課題解決につながるアイデアも多くありますことから、できる限り実際の業務に取り入れていきたいと考えております。本研修の受講生は、課題を発見し解決する業務改善に前向きに取り組む意識が育成できておりますので、研修で培った知識や技術等を市役所内でも有効活用できるような内製化ツールを導入するなど、職員自らが業務改善を率先して行えるような環境を整えていきたいと考えております。以上、お答えといたします。木村博之君。さて、全国の自治体どこでも、DX 化が始まっておりますが、実は共通の問題があります。それは IT 技術者、DX 人材を募集しても集まらない問題です。これは本市にも言えることだと思います。今般の行政 DX を進める人材が手薄となっているのは、優秀な IT 人材を民間との争奪戦において、待遇面で見劣りしているからであり、わかりやすく言いますと、初任給が高いと、聞いております熊本の TSMC を目指す理系の学生は多く、地方自治体の DX 推進を目指す理系学生はほとんどいない状況が表しています。社会の DX 化が進む現代において、教育機関、学校において技術者の育成が追いついておらず、DX 人材確保が困難な時代になったと言えます。では、どうするかと言いますと、自治体職員こそ、リスキリングだと思います。リスキリングとは、必要なスキルを新たに獲得する教育のことで、先ほどの答弁にもありましたように、いくつかの職員研修はすでにこのリスキリングと言えますが、単なるスキルアップが目的の研修では、DX 推進にはつながりにくいと言えます。そこで、受講される職員さんのモチベーションや意識に合わせ、複数のコースや育成カリキュラムを用意し、さらに高いステージでのリスキリングが DX 推進には必要だと考えています。どうか十分にご検討いただき、市役所職員の DX 人材育成研修を引き続き継続されますことを要望しておきます。ここで最初の答弁に、出退勤時刻を管理するシステムを本市のデジタル推進会員が提案、開発いたしましたので、5月1日をめどに運用を開始する予定とありました。皆様疑問に思われなかったでしょうか。そんな大掛かりな管理システムの開発が、本当に本市の職員さんで作れるものなのでしょうか。私は非常に疑問と興味があり、皆さんの代わりにご本人さんに話を伺いに行ってまいりましたので、ご紹介いたします。大変なシステムと思いますが、なぜ業者に委託されなかったんですかと聞いてみました。以前から考えていて、できるか挑戦してみたかったという返事でした。作成までにどのぐらいの期間がかかりましたかとお聞きすると、プログラムを作るのに1ヶ月、作動調整と試運転に1ヶ月、約2ヶ月ほどでできましたと。何か苦労話でもということでお話をお聞きしますと、実はデータのやり取りではプログラム言語が違うので、処理に問題が発生し、それではということで言語からまた勉強したと。トライ&エラーの繰り返しで
一月ほどは寝る時間が取れないくらい考えたりして、まあ、地獄みたいでしたと、まあ、さらりとした口調の中に高いハードを乗り越えた達成感みたいなものを私は感じました。まあ、業者委託するとおいくらぐらいかかりますかという質問に、まあ、首をかしながらかしげながら、まあ、数百万というお答えでした。後で詳しくお聞きしましたが、まあ、1000万には届かない数百万とのことで、まあ、しかも委託業者には毎年数百万のシステム使用料、まあ、今でよく言うサブスク、まあ、ここではランニングコストのことです。まあ、これが必要になるとのことでした。この作成委託料と毎年のシステム使用料がデジタル推進課職員さんの努力のおかげで本市自家製システムとしてこれから無料で使えるなんて、もうこれはもう表彰に値する功績と言えるのではないでしょうか。皆さんも中村市長もそう思われませんか。続けます。そもそも、彼は IT 関係を学んだ理系の技術者かと思いきや全く逆で、まあ、文系の学部を学んでこられ、まあ、そのまま普通に市役所でお仕事を続けてこられ、まあ、そして、まあ、現在のデジタル推進課創設の時に、詳しい人がいるよという情報が流れて、まあ、お声がかかりましたということで移動されてこられたそうです。まあ、不思議と思うところの質問で、まあ、それではどこで IT の専門的な技術を身につけられたのかとお聞きしました。まあ、なんと実は独学との返事です。まあ、実は小学校の頃からすでに、まあ、1980年代の OS、MS-DOS というのがありましたが、この MS-DOS を使うパソコンでプログラムを作成し簡単なゲームを作っておられたそうです。このように本市のデジタル推進課には素晴らしい人材が頑張っておられることを皆さんにお伝えし、今後ますますスマートシティ八代の推進に弾みがついて住みよい暮らしやすい八代になることを願ってこの講を終わります。以上。木村博之君。大項目3番目、サイクルツーリズムに推進による地域活性化についてです。サイクルツーリズムと聞いて皆さんはどのようなことを思い浮かべるでしょうか。地方にあるサイクリングロードやイベントなど自治体が取り組んでいる事業は様々です。観光地で自転車に乗るメリットとしては健康であることや地域の景観をゆったりしたペースで回れることなどがあります。また観光地にとっては新たな観光資源を活用することができるため自転車を生かしたまちづくりに積極的に取り組む地域もあります。このような自転車を活用した観光の総称をサイクルツーリズムと呼びます。また日本を観光立国として盛り上げたい政府もサイクルツーリズムを積極的に推進しています。調べてみますと2016年の国会で自転車活用推進法成立、その後翌年2017年5月に自転車活用推進法を施行し、国土交通省は交通体系における自転車の役割の拡大やサイクリング環境の整備に向けた取り組みに本腰を入れ始め、全国の自治体も積極的に動いているようです。それでは質問です。ウィズコロナで密にならない行動として自転車の価値が改めて見直されている中、先月11月5日に八代および水俣芦北地域サイクルツーリズム推進協議会の総会が開催されましたが、この推進協議会の取り組み状況について経済文化交流部長にお伺いします。経済文化交流部長岩崎和也君。皆様こんにちは。議員ご質問の八代および水俣芦北地域サイクルツーリズム推進協議会や会員団体の取り組み状況についてお答えいたします。本協議会は自治体をはじめ国県の関係機関、鉄道会社、
航空会社などを会員とし、熊本県県南広域本部が事務局を務める団体で、八代および水俣芦北地域におけるサイクルツーリズム環境の向上をハード・ソフト両面から支援することで、来訪者の増加や地域の賑わいを拡大させ、地域振興を促進することを目的に令和3年11月に設立されたものでございます。本協議会や会員団体においてこの目的を達成するため、サイクリングルートの設定や安全性の向上、サイクリストのサポート受け入れ環境の向上、サイクルツーリズムの普及拡大に取り組まれております。具体的にはまずサイクリングルートの設定としては、現在球磨川ルート、八代氷川周遊ルート、八代水俣シーサイドルート、水俣芦北山間部ルートの4つのコースが設定されております。次にサイクリングルートの安全性の向上としては、道路の段差解消、矢羽根などの路面標示等の整備を行い、安全で快適な自転車通行空間の環境整備を進められています。次にサイクリストのサポート受け入れ環境の向上としては、サイクリストが道の駅、観光施設等に立ち寄る際に必要となるサイクルスタンドの設置を進められており、今後さらに拡充されることとなっております。最後にサイクルツーリズムの普及拡大としては、 SNS、ウェブサイトを活用しサイクリングルートや観光スポット等の情報を発信されており、今後サイクリストに必要なルート、観光スポット等を掲載したマップを作成し配布される予定でございます。近年新型コロナウイルス感染症の影響から密を避け、友人やご家族で安心して楽しめるサイクリングやキャンピングなどのアウトドア活動への注目がこれまで以上に高まっております。そのような人気の高まりを観光に生かし、多くの方々が八代を訪れ楽しんでいただくため、本協議会と連携を図りながら地方創生推進交付金を活用した本市独自の事業として、令和4年度から令和6年度までの3カ年間を期間とするアフターコロナを見据えたアウトドアツーリズムの構築による関係人口創出事業に取り組んでいるところでございます。以上お答えといたします。木村博之君。岩崎部長の答弁により、八代および水俣芦北地域サイクルツーリズム推進協議会の目的や概要と、球磨川ルート、八代氷川周遊ルート、八代水俣シーサイドルート、水俣芦北山間部ルートの4つのコースが設定されており、安全面や環境整備が進められていることが分かりました。また本協議会と連携を図るとともに、本市独自の事業として地方創生推進交付金の活用をし、令和6年度までの3カ年を期間とするアフターコロナを見据えたアウトドアツーリズムの構築による関係人口創出事業にすでに取り組んでおられるとのことを確認いたしました。今後はこの事業による関係人口の増加に期待をしたいと思います。それでは次の質問です。1、八代地域では自転車で走る環境がまだ十分とは言えない中、サイクルツーリズムによって自転車で走る環境の整備が積極的に行わなければ、サイクリストだけでなく一般市民の自転車に乗る機会も増え、今まで気づかなかった観光コンテンツについて SNS の自発的な拡散による情報発信や地域機会が進むことによる新たな観光資源の発掘や地域活性化につながると思いますが、本市の考えはどうでしょうか。2つ目に、インフラ整備について来訪するサイクリストにとっては、その地域がどれだけ自転車に優しい整備がなされているかが重要であります。まあ、中でもレンタルサイクル、メンテナンス拠点やサイクルラックは早急に整備する必要があると考えております。そこでインフラ整備の現状と今後の取り組みについてはどうでしょう。以上2点について経済文化交流部長にお伺いします。経済文化交流部長、岩崎和也君。自席よりお答えいたします。
まず議員ご質問のサイクルツーリズム推進の効果についてお答えいたします。本市といたしましても、サイクルツーリズムはこれまで自転車では通過点に過ぎなかった施設や景観が自転車を利用することで新たな観光資源となり、魅力ある観光地づくりにつながるものと期待しております。次にインフラ整備につきましては、今年度から自転車歩行者専用道路である通称八代緑の回廊線の舗装工事に一部着手しております。また現在までにサイクルラックを6施設に18台、自転車54台分を設置しておりますが、来年度以降につきましては、先ほど答弁いたしましたアフターコロナを見据えたアウトドアツーリズムの構築による関係人口創出事業におきまして、レンタサイクルやメンテナンスができるサイクリング拠点施設の整備、さらにルート上に選定する休憩施設へサイクルラックを設置することなどを計画しております。その他にも、旅行者等が自転車を安全に保管できる宿泊施設について事業者と協議を進めていく予定でございます。またルートとなっている道路の舗装工事や自転車の通行位置と進行方向を表す矢羽根をモチーフにした路面表示、ルート案内の標識設置など、それぞれの道路状況に応じて整備することとしております。八代は山や川、海も温泉もあり、キャンプやサイクリングと合わせた体験や休憩の場として多くの魅力を秘めた地域でありますので、恵まれた地域特性を生かし、多くの方の訪れていただけるようサイクルツーリズムの推進に積極的に取り組んでまいります。以上お答えといたします。木村博之君。ただいまの答弁の通り、サイクルツーリズムは山川海温泉と多くの魅力を秘めた地域です。少し付け加えますと、八代は広大な八代平野では、四季折々の農産物の生産も盛んで、季節によってコースを選べばその風景も素晴らしいと思います。そして市民の自転車活動機会の増加により健康増進につながれば、それは最高な事業だと思います。以上のことからも、今後のインフラ整備により新たな観光資源の発掘や地域活性化につながると確信いたしました。地域の観光資源の掘り起こしとして、3つほどポイントはあると思いますが、1つ目は地域で食を堪能したいサイクリストのニーズは多い、そう聞いております。その地域独自の食が大切であるということです。その他に、地域の活性化としては、自転車で広い範囲を 車よりゆっくりこう回れるため、より地元の人たちに近い目線で楽しめる利点で、サイクルツーリズムによる地域の活性要因としては、交流1、人口交流が増え、地元地域に親しみを持ってもらえる2、外部からの観光客との触れ合いで地域住民にも良い資源になる3、地元の飲食店や商店、製造業など産業の発展につながる4つ、自転車で走りやすい環境を整えることで地元住民にも暮らしやすい街づくりにもなります。次にサイクルツーリズムの課題として3つほど述べさせてもらいますと、1点目はインフラ整備についてですが、このインフラ整備は一過性のものでは意味がありません。安定した予算を確保しながら持続可能な体制を整えていくことが必要です。2点目は人的資源の充実についてです。サイクルツーリズムの推進には人的資源の充実も不可欠となります。計画や企画運営にあたっては、自転車に精通しサイクリストと地域住民の両方の目線を持つ人材が必要です。さらに多くの自治体で不足しているのが、コーディネーターやツアーガイドなどサイクルツーリズムを現場レベルでサポートできる人材と言われており、こうした人材の育成確保もキーポイントです。合わせてイベント開催時には充実したサービスを提供するため、多くのおもてなしサポーターも必要となってきます。3点目は地域の理解協力体制についてです。自転車によるまちづくりのためには、その意義を地域住民に理解してもらい、サイクリストを歓迎する雰囲気をみんなで作っていく必要があります。具体的には
自治体による十分な説明や意見交換のほか、住民にも自転車利用を促し、積極的に走ってもらう取り組みが大切です。その過程で交通ルールの理解を含め、町の良さを見直したり、問題意識を共有するなどして、官民連携してより良い仕組みを作っていく必要があります。まあ、まとめとしまして、サイクルツーリズムは古くて新しい旅行の形として自転車愛好家を中心に発展してきました。そして現在、かつてない自転車ブームの追い風を受け、サイクルツーリズムはより多くの層へと広がっています。また、自転車は人間にとって最も身近な乗り物であるため、自転車に優しい街づくりを進めることは、地域で暮らす住民にとっても住みやすい環境に結びつきます。結びとして、環境問題や健康、地方の過疎化、車依存の弊害など、さまざまな問題に面している私たちの社会において、サイクルツーリズムを推進することは、SDGs にも照らし合わせ、持続可能な社会に大きく貢献できるのではないでしょうか。これで12月の定例会、私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。